10点。皆さん、こんにちは。南の島ニューカレドニアのボルドーワイン委員会公認国際講師、古川由美です。さて、もうすぐバレンタインですね。今日は最高のバレンタインワインをご紹介します。そのワインがじゃじゃーん、こちらはボルドーメドック格付け3級ワインのシャトーカロンセギュールです。こちらのワインを選んだ理由はたくさんありますが、その中の3つの理由をお話ししていきたいと思います。まず1つ目の理由はハートのデザインのラベルです。バレンタインのように誰かにプレゼントをするとき、見た目、デザインも重要なポイントの一つですよね。2つ目の理由は私が飲みたいからです。さまざまな国際コンクールで入賞されているソムリエのお友達に以前こう聞いたことがあります。一番好きなワインは何ですか？その方が一番好きと答えたワインがこちら、シャトーカロンセギュールなんです。シャトーカロンセギュールはボルドーの代表的な格付けワインで、長い歴史を持つ素晴らしいワインです。メドックの5大シャトーであるラフィットやラトゥールとともにこのカロンセギュールを所有していたセギュール公爵が、ラフィットやラトゥールよりもこのシャトーカロンセギュールを一番愛し、その思いをラベルのハートに込めたと言われています。現代の世界的トップソムリエも、かつてのボルドーの公爵も愛したこのシャトーカロンセギュール、一体このカロンセギュールにどんな魅力が隠されているのか、今回じっくりと味わって考えてみたいと思います。そして3つ目の理由は特別感を味わいたいからです。バレンタイン、特別な日だからこそ特別なワインを楽しみたいというシンプルな理由です。こちらのワインは1本1万5000円以上します。私は普段はカジュアルな値段のワインを楽しんでいますが、このような特別な日にとっておきのワインを楽しむことにしているんです。という3つの理由が、私がバレンタインにこのシャトーカロンセギュールを選んだ理由です。今回はニューカレドニアで大人気のショコラティエのチョコレートを買ってきましたので、バレンタインスペシャルペアリングを楽しんでいきたいと思います。こちらのチョコレートです。じゃーん、いかがでしたでしょうか。こちらのワイン、本当に素晴らしいワインでした。とってもフルーティーで濃縮感があり、優しさと強さがある素晴らしいワインです。ぜひ皆さんもとっておきの日などにテイスティングしてみてください。それでは皆さん、素敵なバレンタインをお過ごしください。最後までご視聴いただきありがとうございました。ではまた次回の動画でお会いしましょう。アミアントー。